ジョゼフ・ババンスキー・ジョゼフ・ジュール・フランソワ・フェリックス・ババンスキーはフランスの医学者である。バビンスキー反射の発見者として知られる。パリにて生誕。両親はポーランド人であったが、1848年にワルシャワからパリに亡命した。ポーランド名では、ヨゼフ・フランチシェック・フェイリックス・バビンスキーと綴る。1884年、サルペトリエール病院に職を得て、 教授ジャン・マルティン・シャルコーの下、医長を務めた。1890年にパリ病院の医長となり、ヒステリーは暗示によって起こるとする説を展開した。1903年にバビンスキー反射を発見した。フランス神経病学会の共同設立者の一人として、名を連ね、1914年には医学アカデミーの会員に選出された。ありがとうございます。